はい、西崎です。今日はですね、大切なちょっとお話があります。トゥモローゲート創業して今13年になるんですけれども、この2013年から障害者雇用を積極的にやっていきたいというふうに思っています。これまでね、気合っている中で、まだまだその障害者雇用っていうところに全然意識をこの13年間は向けて来られなかったんですけども、体にハンディキャップがあるとか、精神的にハンディキャップがあるとか、そういう方々をね、このトゥモローゲートっていう会社で働いてもらう、まあ、受け口として、大々的に発信をしていこうかなというふうに思っています。まあ、なぜね、これ発信しようかって思ったところとして、これ、うちの会社もそうなんですけども、日本の、まあ、中小企業で障害者雇用を積極的に採用できている会社っていうのが、そこまでやはりまだ多くない。僕らの考えとしては、いろんな人に、やっぱこのトゥモローゲートっていう会社で働いてもらって、いろんな価値観、感性のもとに、いろんな面白いサービスっていうのを世の中に発信していきたいというふうに考えていく中で、この障害者雇用っていうのは必要だなと。で、自分たちがこれを実際に言ってるだけじゃなくって、もう本当に採用しようと思ってますんで、まあ世に発信することによってね、少しでも多くの企業が障害者の方と一緒に事業、仕事をやることによって、こんな素晴らしいサービスが出来上がるんだっていうのも、こう見てもらうことによってね、障害者雇用をまあ再度改めて考える一つのきっかけになったらなっていうところで、今回配信をしています。でもね、僕もまだ分かってないんですよ。障害者雇用ってどんな風に採用をまず活動やっていったらいいのかもそうですし、どんな例えば環境を用意しなきゃいけないとか、どんな制度を作っていかなきゃいけないとかっていうのもね、まだまだこれから勉強する身なんで、今回はそれを専門にやってる会社さんにね、直接障害者雇用の実態とか現状とか、まあ、やり方含めて聞いていこうと思いますんで、ぜひ皆さんも最後まで見ていただいて参考にしてみてください。実は今日ご相談がありまして、障害者採用をちょっと積極的に会社としてやっていきたいと、そう、はい、こういうふうに思っていて、はい、できればちょっと本格的にちょっとやっていくにあたって、はい、いろいろと今日はご教授をいただきたいなと思って、その時間を頂戴しました。枠を用意する形になるんですかね。なんか、障害者雇用枠みたいなのを用意されている会社さんがあったりとか。はい、あります、あります。はい、今、法律でですね、はい、法定雇用率っていうのはお聞きになったことありますか、はい、あ、知ってます。そうですよね。はい、今が 2.3% なんですよ。2.3%。ってことは44、5人に1人になるんですけど、そうですよね、それがもう2026年までには 2.7% になるのがこれ決まってるんですよ。あ、そこがじゃあ増えるって感じですね。そうです、そうです。で、これ考え方としては、45人で1人やけど、僕らもたかだか社員10名ぐらいしかいないんですけど、0. 何人ほんまはあるわけです。うん、でも 0. 何人で1にならないから雇わないだけで、はい、本来は全企業が障害者の法定雇用率っていうのはハマっているはいるのはいると。これで言ったらなんか枠っていう考え方じゃなくていいかもしれない。そうなんです、そうなんです。枠とかっていう考えちゃうと、そうなんです。いや、雇わなあかんとか思っちゃうんです。やっぱりそこはそうじゃなくて、まあ、皆さん障害のある方もない方も一緒だ、うん、多分御社なんか特にそうだと思いますけど、はい、でたまたま障害者やったぐらいの、うんうん、あのイメージの方が、うん、あの御社には合うかなと思います。なるほど、はい、法律で決まってるから決まってるんですよね、はい、でなんか100人ぐらいまでは100名まではその義務はないんですけど、うん、で雇用の義務自体はあるということです。はい、そう、雇用の義務はもちろん、なんか僕の考えだと、そういうふうにわざわざ制度で組んで罰金じゃなんじゃってしないと進まないっていうのがまあ正直現状ではあると思うんです。その中でじゃあ御社がどういうふうに進めていくかってなった時に、まあ逆に言うとその西崎社長の求める人物像っていうのはどんな感じになりますか。どれでも大丈夫ですね。あ、そうなんですね、はい、営業でもいいですし、うん、デザイナーでもいいですし、うん、エンジニアでもいいです、うんうんうん、はい、まあ、僕らはですね、はい、今回あのこうやってトゥモローゲートさんとお話しさせていただく中で、うん、あ、僕らがパートナー提携している発達障害専門で、はい、そういう人材 の、その就労移行もやってる会社のカイエンさんという、はい、会社がありまして、はい、そのカイエンさんともまあコラボじゃないですけども、はい、トゥモローゲートさん の、 その障害者雇用を進めていくっていうのでお話もさせていただいてまして、うん、いろんな人材が本当にいるんですよ、はい、西崎社長の障害者で雇用で働く人ってどんなイメージですか。基本的なイメージで言ったら工場とかで、うんうんうん、はい、あの軽作業をやってらっしゃったりとか、はいはいはい、お菓子を作られたりとか、はいはいはい、簡易的なお仕事をされてるイメージが結構大きいですね。そうなんです、はい、ほとんど多分そういう皆さんそういう感じだとは思うんですが、うん、はい、
実はまあ僕らもそうですし、カエンさんのところが進めてるのはそうではなくて、本当に御社のデザイナーさんだったり、もしかしたら営業とか、で実は ADHD 発達障害の ADHD の方は営業に向いてるとか言われたりもするんですよ、っていう考えで言うと、もうあの障害者雇用のお話って今回いただいてますが、御社の求める人材を教えていただいて、そこにたまたまいろんな僕らも人材がありますので、障害者雇用になる可能性はあるみたいな、世の中の精神障害の方のイメージってようわからんから、もう怖いイメージが多いと思うので、まず本当知っていただきたいなっていうのが僕らのあの本命なところですね。はい、通常の採用スキームというかどんな感じ、まず第一次面接があって、あ、そうですね、書類選考があって、はい、でその後に面接があって、はい、で面接がまあ複数回ですね、はい、やった後に実際うちの会社に来てもらって一日就業体験で最終面接食事しながらやるっていうのがうちの選考ですね。そうですよね、だからそれで同じでやりたいんですよ。ですよね、はい、そう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 、はい、だからそこも全然そのままでいいでしょうし、はい、でもしお願いできるとしたら、はい、僕らも大体障害者雇用は特になんですが、はい、その実習というかインターン的なものをできれば2週間ぐらい、2週間、はい、はい、で何でか変わったところです、ね、それなんでかというと、どうしてもその、まあ、精神障害だったり発達障害の方って、うん、週末またいだ次の月曜日がちょっと弱い方も多いんですよ、うん、はい、でそれを週末またいで1回ないし2回やれて、うん、で御社を見た時にはこの人なら、働いてくれそうってなれば採用というのを、うん、あの基準にしたりはしてますので、はい、もしかするとインターンした中で逆にこっち側がいやちょっと思っとったとちゃうかったってなる場合もあると思うんですよ。その期間を少し通常の採用よりは長く見ていただくと、まあ、全然それは逆にありがたいですね、うん、いいかもしれないですね。じゃあ採用をやろうと思ったらご紹介していただいたのがほとんどなんですかね。そうですかね、まあ、御社の求人をもうちょい見せていただいて、はい、で正直なところいろんな求人、僕らも一般求人に応募したりもするんですけど、はい、企業さんによっては障害者のって言った時点でいやうちはみたいな企業さんもあるんですね、はい、だからそこ御社はいやそれもうそうないよって言っていただけるだけで、うん、御社の求人を僕らの訓練生が 見る目が変わるというか、うん、まあ、もしかしたら僕らいけるんやっていうのが見る目が変わってきますので、はい、今だと足らないならその足らないスキルをじゃあ頑張って半年後1年後頑張ろうみたいなことを思えるかもしれないので、うん、あとなんかすっとかなきゃいけないことかってありますか。御社には全然問題ないんですが、はい、経営者の方とか人事の方と僕らお話することも、その方たちはめちゃくちゃ前向きなんですよ、はい、でも実際現場に入ったら現場が全然前向きじゃなくて、一緒に働くのって現場の人じゃないですか、はい、でそこでかなり問題が起こることが多いです、うん、なんか社長が言ってたけど人事が言ってたけど、はい、俺らそんなん知らんがな、うん、で何やったら面倒くさいし、うん、配慮って何やねん、俺らの面倒くさいこと増やすなよみたいなことがよくあります。まあ、一応 ADHD、ASD のあとが診断名はつくんですが、はい、そあくまで もう記号というか、うん、ADHD でもいろんな人がおるし、うん、ASD でもいろんな人がおるし、で複合になってる人もいるし、多分ね、同じようなものはあれでしょう、もうやっぱ人見てねみたいな、でたまたま障害がついてるだけよみたいなところかなとは思うんですよね。はい、ちなみに紹介じゃなくて自社で採用すると採用することにぶつかりやすい壁だったりとか難しさというのは、もしかするとその採用した後かもしれないですね、うん、後にどういうケアをするか、うん、で僕らも、まあ、ご紹介の場合とかその訓練を使っていただいた場合は必ず定着支援というのが、もうこれも決まってるんですよ、法律で、うん、定着支援、僕らの場合半年必ず入らないといけないと、はい、世の中的にも採用はできるけど、うん、定着が難しいっていうのはなってるので、うん、どういうサポートしてくれるかの定着支援というのは基本的にはもうまずはあのお伺い、毎月お伺いした上で、お話をお聞きしながら、本人も直接企業に言いにくいこと、で企業も直接本人に言いにくいことっていうのも必ず出てくるので、それをまず聞くだけでもちょっとだいぶ変わるんです。でそれで、お聞きした上で、場合によってはやっぱりもうかなり密に、あの下手したら一緒に業務を見せていただくときもあります。でここがちょっと問題かなみたいなこともあるんですけども、やっぱその現場で一緒に入らせていただけるというのがやっぱりその定着支援のミソかなと思うので、普通に募集の方でいいんですよ、例えば SNS とかからもちろん利用しますよ、普通に雇用契約結んで OK、 はい、でプラスそういった神谷さんみたいなところとのご紹介を受けるみたいなもうできるんですね。採用ちょっと積極的にやっていきたい、いや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 、そうしていただけると本当に、うん、
私たちだけじゃなくて、うん、もう本当に能力のある方で見つけていただけると、自信にも、ね、皆さんの自信にもなると思うので、よろしくお願いします。1回、はい、Twitter で週1回の社員が、うん、はいはい、今も全然いますよ。2人に増えましたね、週1回が。そうですか、はい、それはどういう気持ちで。1人は東京で会社やってるものなんですけども、うちのことすごい好きになってくれて、で、一緒に仕事したいみたいな感じで、ただ今の会社もやっていかなきゃいけないから週1回だけでもいいですかっていう形で OK。もう一人は前職時代からのつながりがある子で、転職はせんって言ってたんで、なんとか週1回だけお願いってこっちから頼み込んできてもらったんです。そうなんですね、はい。ちなみにそのお二人目の周知の方は担当業務は何をされてるの？まあデザインとかディレクションですね。あ、そうやね、はい、ほんまにそういうところを発想できる方ってそんなに障害者雇用難しくないと思うんですよ、うん、でも通常の企業さんってそこがまず難しいじゃないですか、はいはい、もう週5、8時間、うん、もうそれがマストねみたいな、そっからスタートねみたいな、それは全然 OK です ね、 ですね。もうこれまでもそうなんですけども、基本、置かれてる環境とか、うん、その方の、まあ、特徴特性、これはもう障害も含めてなんですけども、欲しいなと思った人材に対しては、臨機応変な対応していきたいなっていうふうに思って、ただやっぱ基準は厳しいと思います。そうそうそう。基準は厳しい。だからここが多分、障害があるとかないとか関係なく取るっていう形になると思うんですよね。戦力として欲しいですね。ほんまに。これ本気で思ってるんですよ。戦力で欲しいなっていう。障害のある方を取らなきゃいけないが取るとか、社会貢献のために取るとか、みたいな。もちろんそれが結果としてそうなったら別に全然いいと思うんですけど、人を欲しくてたまらない状態の中で、いろんな形でのいい人材採用っていうのをやっていきたいということと、彼ら彼女らにしかないやっぱ視点も当然あると思うんで、これから新しい面白いことを企画したりとか事業としてやっていく中で絶対必要かなとは思います。